キャンプ、地獄で終わりまして、この後、頭も下がって、ドライヤー乗りますはい、おせっこするのは、ムースでありますやってもらいますできるだけ、金がいっぱいあるようにこういう注文を出しますあれ、当然ここはここで残るんですよねだんだんだん、突然、島になるんですよだからここだけ黒い人がいますよねいますね。この料理体験がだんだんと進んでいって、とりあえず頭の上を見せておきます。はい、それが私の頭の上です。独立体と、これ4ヶ月経ちました。ああいうところを見ると見せておいた方がいいです。了解が大事本当はこう皆さんが仕事しているところをこう正してくださいって言ってるのに自動車さんは言ったんですよ板金のところは私がいいですよって言ってくださいなんかタイミングが難しいじゃないですかそうね、そういう上手いところに行き合わせたらいいけどそこが一番こう分かりやすいかなと思いますね。自動車さんの中で分かりやすいな、うん。山ほどあるようにしてます。見せる。山ほどあるように見えるように。髪をこう男性の場合は両側に分けるっていうのがあるんですからこれ もうずっと昔からこちらの場合は分けたみたいですけど何か、今までに2度くらい変えたんじゃないですか昔はこちらで分けてて、しばらく反対側で分けてまたこちらに、この自分の、顔側から持つと、左側向かって言いますと顔向かっては右側に持つ左側の方を短く、右側の方を長くして、人から見られるときはガッツリ見えるかもしれない。今日はカメラも自分の携帯カメラで撮影するという初めてやると思うんですから、まあ、お店の方に見ようとかけていますなかなかこういう環境で、仕事してもらうのが大変ですから、まあ、たまたま今日は、このレイズデーの昼間の時間ということで、お客さんがなかったんで、私も、まあ、申し訳ないけど言いたい放題のことをやっていただいてますそれで、かなり実際は短くなっています。そのために喋りが少なくなっています。なんか思考力が少なくなっています。眠ったらいけませんので、そろそろ撮影は終わりにしたいと思います。撮影終わります。